無理かもしれないように思えても、僕は一番叶えたいことを夢に持って生きてゆくよ。日が暮れたのに気づかず夢中で頑張ってできるようになった坂あかりも、あの頃の僕の大事な夢だった。どれだけ時間がかかっても夢を叶えるその時まで、あくびもせかすこともせず、未来は待ってくれていた。夢は時間を裏切らない、時間も夢を消して裏切らない、その二つがちょうど交わる場所に心が望む未来がある。その場所に僕が付けた名前は約束の場所。諦め